生まれたの4は引きこもぎ系のドラマ、水の社会復帰を物語にします。キリコについて自他ともに認める天宮のストーカー。学生時代天宮のことをずっと見ていたので、水から誘われサッカー部のマネージャーになりますが、私はただあなたの子供を産みたい。天宮からハグをされますが、私は触れられるのが苦手、小さい頃からスキンシップは苦手だから親からも好かれない、握手も苦手なのでスイートは ET の指タッチをします。天宮のバイク事故の原因を作った。事故の後天宮は命が助かってもサッカーはもうできない。スイ、私は両親が離婚、引っ越すとね学校に通えない。ギリコ、天宮のことは任せてとなります。今は天宮が常務をしている会社の人です。編集長、積極的シングルマザー、夫の浮気で離婚、席を入れると依存する、別れた子供と一緒に自立して暮らすミニマムな幸せと言っています。リコはセクシャリティが関係するのか、優秀な遺伝子の子供が欲しいだけで、雨宮に性的に惹かれているわけではないとかは分かりません。